3連覇、そして自分の個人の感謝をしっかり狙っていきたいなと思います。王座奪還を目指す富士通は 3000m 障害世界陸上代表の杖滝浩典で勝負。そして日本選手権 5000m 優勝、トーエネックの服部弾馬、1年前の雪辱を誓う。去年1区で1秒負けているので、そこの悔しさを晴らせるように区間賞を狙って頑張ります。今年も行いますニューイヤー駅伝総額300次の方どうぞ。区間賞を予想していただき、次の方どうぞ。次の方どうぞ。お客さん、次の方どうぞ。次の方どうぞ。お客さん、次の方どうぞ。